こいつはごくありふれた街のごく当たり前の家族のごく平凡な生活ぶりを何気なく綴った心温まるヒューマンな物語。嘘じゃないよ。最後まで見てごらん。責任は持たないね。今日は9月1日、2学期の始業式だね。一同何やらたまげてるね。どうした校門に人影一つ。春巻先生だったね。だいぶ肩が来ている。春巻よ、うっそ。春巻先生か。どうしたこのドラマは、灼熱地獄の浦安で遭難し、40日間の漂流の末、奇跡的に生還したある教師のお茶目な物語である。夏休み前に遡るね。あっちに寄って行かない？おばか、行く行く。お前ら、いつでもうちに遊びに来いっちょ。先生ち臭いからやだ。学校以外は顔見たくねえよ。寂しい先生である。あさむさん待てよ、美味しい餃子焼いてやるから遊びに来てちょ。友達の少ない先生だね。むしろ誰もいないとも言えるよ。俺は4日間何をすればいいんだ。専門講座、物が立体に見える仕組み。物が立体に見える要素として両眼視差、調節、複素。こうして先生の夏休みは始まったね。つまんないちょ。ん？待てよ、俺には友達はないけどいくらかの金があるちょ。そうだ、プレステ買おう。40日間プレステやり続けるちょ。財布を入れるポケットを間違えてるよ。これが悲劇の始まりというやつ。やだー、財布がないちょ。3日経ったね。すげえ。あらら、こいつは尺だった。我が家が燃えていたね。貴重な体験。夏休みはまだ続くね。待てこら、どうしたプー。警察に電話しろ。フグオ、フグオの家を襲撃しちゃったよ。カブプー、どこでそんなにカブトムシ取れた？うん、兄貴と大町自然公園で取ったんだ。あ、待て、カブトムシ泥棒だ。ついに小鉄たちを襲撃。カブトムシ5匹とクワガタ1匹を食べる春巻先生である。ちょっとうまそう。茜ちゃんのうち。さすが金持ち一家は夏休みは海外で過ごしている。春巻先生にとっては好都合だったね。快適な3日間を過ごしている。クーラーのかかる部屋でフルチンで寝る気持ちの良さったらない。このアニメの監督も去年大阪で経験している。腹減ったちょ。
あと2週間どうやって生きていくちょう。放送上の都合により色は変えているが、これはゾウくんのだった。ごせー、そりゃくせえだろう。うんこまみれだ、どうしよう。ああ、このアパートは七子先生のアパートである。七子先生、いないですか。風呂できれいに洗い落とすね。これはいい気持ちいい。すっきりちょう。そういえば服もパンツもうんこ臭くて着られないちょう。ってわけで七子先生のパンティーを履かせてもらったちょう。ふざけんな先生、ここは病室やで。どうして最近風呂場が臭いと思ったら、やっぱり危ないか。やっぴょん。ある夏のほんのちょっぴり悲しいお話、生水には十分注意しよう。また明日。